よろしくお願いします。自分は当日大きなミスをしてしまって、できるだけリカバリーをしたんですけど、やっぱりそこが原因となって完成度を少し落としてしまった部分があって、大会終わってもっとこここうできたなとか気持ちはいっぱいあったんですけど、結果発表を見て金賞で自分の名前が出てきて、やっぱり驚きの方が多くて、少しの間頭が真っ白って感じでしたね。少し時間が経ってから、そのじわっと今まで支え合ってきた仲間たちや先生方への感謝が溢れ出てきた感じですね。自分自身の強みは自己分析とトライアンドエラーを絶やさない、常にどこが苦手とか得意とかをまずは大会の設計図が出る前にしっかり分析しておいて、できるだけ苦手をなくしていくっていう作業に徹しました。設計図が出てからは、ここのパーツはどういうふうにやったら効率がいいかっていうのを、まあ、うまくできるかわからない方法、絶対これじゃできないでしょっていう方法とかでもとりあえず一回試してみる。で、本当にトライアンドエラーを何回も繰り返して、当日までに自分に合った最も効率的な作業工程を組んで臨めました。小さい頃から憧れていた海外のブランドさんがあって、そこのハイジュエリーの修理や製作などの作業に携わることが夢です。自分だけなんでここができないんだとか気持ちが先走ってしまって悩んだりすることとか、あと実力不足を本当に肌に感じてしまうことが多くて、そこで成長することはやっぱりどうしても時間がかかってしまうことなんだなっていうことを改めて実感しました。時間はかかってしまうんですけども、ただそれを受け入れて悩みながらも自分を信じ続ける、で努力を続けるっていうことに価値を感じました。で、諦めないで頑張ってきたっていうのを知ってるのは自分自身だと思っています。なので自分の、まあ、悩みとか実際トレーニングしている内容がその自分自身の成長や仲間たちの成長につながることを願ってます。頑張ってください